あ、東京に行った話でもしますか。奈々さん呼ぼうかなと思って、で飛行機に乗る前に奈々さんに連絡したのよ。奈々さん今日予定あるって言ったら、今日特にないよって言うから、あ、じゃあもう今日遊んじゃおうと思って、そのまんまで奈々さん呼んだ。まあ奈々さん池袋の方に来てくれたら助かるって言うから、まあ、とりあえず新宿で降りたのね俺で。新宿で降りました。なんかその新宿から池袋移動するってなって奈々さん来ると思ったら奈々さん遅刻してきてさ、マジ全然来ないのよ。ずっと奈々さん今どこにいるって連絡しても来ないのよ。あれと思って、俺結構早めに連絡返すつもりだったけどなと。まあいいや、とりあえず待っとこうと思ったのね。でもう一回一応念押しで連絡したの。奈々さん今何してるって。奈々さん返信来ないの。奈々さん寝てたからね奈々さん寝てて、朝寝とるやんって。まあでも買い物しとくからいいよって。まあゆっくり準備して、8時ぐらいかな。8時ぐらいに合流したんですよ。俺初めてだったのね、奈々さんと会うのね。で、思ってたイメージと全然違うかった。びっくりした。2年、3年前ぐらいか。から、ディスコードとかで話してるからさ。まあそのイメージがあるからかもしれないけど。まあ池袋に行ったんですよ。池袋今から向かうって、タクシーで。タクシーで行くから、池袋で待っとってって言われて。それ待ってるわけよ、俺。で俺の心の中は、出会い系とかで待ち合わせ場所を決めたりするときあるじゃないですか。いや、僕出会い系してないっすよ。その出会い系の感覚だったのね。マジで。こう、今から来る人、こう、顔は知らないけど、どんな感じなんだろう。いや、マジで。どんな感じなんだろうみたいな感じだったの、俺の中。リゼル？リゼルやろ？みたいななんか言われて。で、なんかすぐ分かったらしい、もう一発で。で、お、奈々さん来たわと思って、これが奈々さんかと思って。いや緊張はしてないよ、別に緊張はしてないけど、あの緊張よりも早く遊びてえなが勝ってたの、正直。こうワクワク感というか、で奈々さんあれ飯食い行こうぜみたいになって。でも奈々さん優しいんだよマジで。ちょっと奈々さんの優しい話していい？あのね、奈々さんめっちゃ優しくて、これ、ね、本人はね多分言ってないと思うけど、1軒目行ったんすよ。一軒目行った時に、なんか小料理屋みたいなとこ行ったんや。なんか結構雰囲気良くて、質がちゃんとあって、周りの音はあんまりなんか気にならんみたいな。話してたの。まあ、会話が止まることでまあなかったのね、まず。だから気まずい空気とかもなく。で、なんかまあいろいろ話してて、なんかそのゲームの話はね、あんまりしてないんだよ。ぶっちゃけ、今回。そのみんなにもあったけど。1時間半ぐらいだの、その時。1時間半ぐらいいて、で、背景あるじゃないですか。奈々さん払ってくれました奈々さん払ってくれたからね。俺びっくりしたもん。俺知ってる、旅行行く前に奈々さん絶対払わないよなっていう話してたの。俺褒めといた方がおごってもらえるんじゃ。彼のこと知りませんね。彼はおごってはくれませんよ、あの性格上。彼多分おごってはくれません。奈々さん払ってくれた。奈々さんいいよって言って、それは良くないよって言った。いやいいよとか言って、いや俺遅刻したからとか言って、いや遅刻したから払うよ。奈々さん遅刻したっていう理由で払ってくれたからね。じゃあ奈々さん次俺あの払うからって言って、あ次払ってそっからね、高台さんとね3人で飲んだ。まさかあんなことになるとはみたいな感じで、俺あのねそっから行ったところがおゲイの人が接客してくれてて、あのめっちゃ面白かったね、マジそこが。でなんかね急な悪乗り始まってマジで。